人民日報評論員のような形ですね、論をペンネームで、アメリカが貿易戦争を仕掛けた本質は何なのかという題の論文を掲載しています。日本で、ほとんど紹介されてないんですが、ちょうど今津上さんがおっしゃったアメリカの言い分に対して中国側がですね、違うということを言った内容なので、少し紹介させていただきたいと思います。最近の米中の貿易摩擦と貿易戦争とも言われる事態に対して、中国の外あるいは内部でですね、中国側の責任という説が2つあります。この論評はですね、冒頭この2つの説を挙げたんですが、第一、これは中国が、去年の党大会を含めて、2050年の目標とか言っててですね、アメリカを超えると、そのようなことで過度に自信を示したというようなことでアメリカを刺激したという見方、それからもう一つはアメリカの制裁に対して中国強硬に報復すると、そのような報復というのは言い過ぎたと、アメリカをもっと怒らせたと、もっと早く妥協すべきだったと、そのような2つの説に対して中国、今人民日報の評論論文、明らかに中国政府の今の発想立場を代弁しているように感じるんですけれども、こういうふうに答えているんです。一つはそもそもこの今の米中貿易戦争というのは当面の1年半年の駆け引きから見るだけでなく、もっと中長期的にアメリカのナンバー2になった国に対する対応から見ないといけませんと。この論文の中で 60% 法則というある学者の説をですね、引用してこう言ってるんですが、この100年の間にアメリカの国力に6割もしくは6割を超えたところまで追い上げた国はアメリカからもうすぐ自分が並ばれると、そこでもう必死にナンバー2を蹴り落とす、もうなりふり構わぬ手でやるわけですね。かつてのドイツナチスについてはさすがにここでは挙げてないんですけれども、中国の学者は、20世紀からは3つの国がその段階になると蹴り落とされたというんですけれども、ドイツのことは今の論文の中では触れないんですけれども、次はソ連ですね。旧ソ連の国力がアメリカの3分の2まで迫った時にまさに冷戦でやられた。3番目の国は、多くの方は多分心当たりがあるかと思います。日本です。80年代の前半、日本の GDP、国力は経済面ではアメリカの3分の2まで追い上げた。その時にアメリカは日本が同盟国だ。日本からいろいろ貢献してるんだと。そのようなことはもう何も構わず、スーパー301一強を含めて、とにかくアメリカのために日本を叩き、最後に日本は我慢に我慢を重ね、そしてプラザ合意で円高を容認し、ついに失われた20年を迎える。で、中国、ちょっとそれで言うとですね、アメリカのこの東アジア戦略、この100年について中国でも別の研究者が言うんですけれども、アメリカは常にこのアジアにおいてナンバー3以下を支持しナンバー2を叩くと、この100年日清戦争以降日本がナンバー2に躍り出たわけですね。でその後日本はいやアメリカに常にやられたなと。でその間中国はみんな一種の対米親近感があって、ほらその間アメリカにいろいろ支援してくれた、日本との戦いも支援してくれた。で日本もここまで叩いたんですけれども、終戦直後旧ソ連がナンバー2の地位を、持つと、今度はもうまた日本
を日本を味方にしてですね、日米安保条約を持ってアメリカソ連と戦ったわけですね。まあ、今のアジアでは中国は日本を追い抜いた、したがって日本と組んで中国を叩くというのがもうアメリカの、まあ、ある種のナンバーワンの地位を維持するためにもう最近ではなくもう一種のアメリカの、長期的なですね一種のビヘビアで、の行動だというんですね。でそのようなことでですね、中国はこれまでの30年余りの間に鄧小平さんが言う鄧公要外という外交戦略を取ってきました。まあ、経済発展に没頭し、政治面ではアメリカ、などには対決しないということをやってきたんですけれども、しかし、この論文の中で私は非常に重要と気づいたことですけれども、もう今のアメリカとの関係では、もう我々はもう鄧公要外では切り抜けることはもうできないと。戦うところはもう戦うしかないんだと。どういうような表現を使ったかというと、今の中国はすでに一党の大きい憎悪になってしまった。これまでは米ソの戦い、あるいは 9.11 以降の反テロ、そのようなところで中国はなんとかごまかして経済発展というところに没頭ができたんですけれども、今の中国の国力は今年は明らかにアメリカの7割を超えるということで、アメリカ中国を叩くのはもう間違いない。したがってこの中国という憎悪がこの木の後ろに隠れててアメリカと対戦しないよとしてても、もうアメリカ絶対容認しない、このお尻は絶対出てアメリカ絶対叩く、したがってじゃあ次はどうすればいいのかと、中国は受けて立つということで、最近中国で使われた表現ですけれども、中国語ではみんな、まあ、4文字ずつで言うのが好きなので、アメリカの対中今の作戦戦略というのは戦をもって中国の降伏を迫ると、以戦せ降、ね、降は降伏の降ですけれども、中国はというと戦をもって戦を制すると、以戦制戦というところですね。このアメリカとはもうこれからですね、やはり、自分の主張すべきところは主張し、貿易戦争で今津上さんがおっしゃったように、アメリカの味方というのはもう貿易ここまでの不均衡なので、アメリカが500億ドル、さらに2000億ドルというかけると中国はもう返せないので、降伏以外ないんだと。しかし今の中国は、まあ、貿易というのは、アメリカとは圧倒的に中国の輸出が多いんですけれども、今の中国自身の対外輸出と輸入のこの格差はもうかなり迫ってきて、特に韓国、台湾などですね、北東アジアの地域の多くの国地域の多くからは圧倒的に中国は黒字なんです、赤字なんです。要するにこれらは日本を含めてそういうところを大量に輸入して中国の組み立ててアメリカに輸出すると、そのようなところでアメリカがそれやるなら中国を受け立つことで、結果的にもう世界の秩序を見られる、で他の国も含めてアメリカのこの行動を容認できるかということとですね、今の中国のもう一つの打撃の焦点というのは、標的はトランプの支持基盤に置いてます。特にアメリカの農産物の輸入をですね、高い関税を課するということで、トランプが、まあ、国内で2期目の当選をするには、まずこの11月の中間選挙で勝たないといけない。中間選挙で勝つには実は微妙に、拮抗状態の自分の支持率、特にこの農業関係者ですね、その支持を取り付ける必要があると、まあ、中国はそこでトランプと対戦しているわけですね。中国の中でいう中国の対米交渉の教訓というのは2つの教訓があると。第一、日本のようにただの譲歩を重ねるだけでは勝ち目がない、アメリカ
という国は絶対それが途中でかわいそうだからもう相手を許すということはない。今のアメリカンファーストをやるトランプは絶対自分は勝つまでやると。特に中国これからさらに台頭すると潰しに来ると。ですから戦う以外ない。もう一点中国を見抜いているのはアメリカという国はまずは叩く。本当に叩いても相手叩き潰せない時には手を打つんです。ですから中国は我慢してこのアメリカが叩き潰せないところまででですね、手を打つと。まあそれはいつなのか長期的な米中の経済ないし、国家間の競争は続くと思うんですけれども、当面の、貿易戦争というのは私の理解ではおそらくこの9月10月すなわち、アメリカの中間選挙の前に、一旦手を打つ可能性があります。ただこれを打ってても別のところの揺さぶり、競争というのはまだ続くと、まあ、そういう意味でこれからの世界でですね、中国これまではまあ東方妖怪でアメリカと対決しないということで隠してきたんですけれども、あの爪を隠してきたんですけれども、これからの米中がですねやはりかなりいろいろ正面衝突の可能性がある。最後に2点の補足ですけれども、今の時点で中国は米中の競争に北朝鮮カードは使っていない。一部言われるようにアメリカからいや最近の中国は北朝鮮の問題にアメリカがあまり協力しなくなったと、まあそれはいろいろ裏の事情はあるんですけれども、中国は実はトランプ政権とできれば最後に手を打ちたいの で中国にとってやはり核の問題をめぐる米中の協調ということは維持したい。しかし中国いつかですね、本当に北朝鮮問題すらアメリカと協調しない可能性はあるんです。それは台湾問題です。アメリカがいざ中国が革新的利益とする台湾問題に最近いろいろ揺さぶりをかけています。さらにかけると中国の中でやはりこの地域のですね、政治外交核兵器の問題を含めて米中ですねさらに新しいラウンドの対立になる可能性もあると、まあ、そういうところを本当に心配しています。日本はじゃあどうすればいいのかということですけれども、私は日本はですねヨーロッパに見習ってですねもうちょっとしたたかにやるということが逆にできると思います。米中の貿易戦争に日本が今どっちかに組むことはもうできません。もうすでに世界のこの米中の間に日本経済が組み込まれているんです。ただ中国はやはりなるべく日本やヨーロッパからをですね味方に引き入れて今の WTO 世界の貿易体制というのを守りたい。まあそういうところで日本は中国を支持しながら、一方やはり中国は WTO 加盟後約束した市場開放知的所有権の保護多く不十分なところを指摘されている、まあ、そういうところがですね日本とヨーロッパはやはり中国にそういうところ改善を思い切ってやって、もらっているんですね。で中国がもっと世界の中で、他の国とともに一緒にルールをですね WTO や世界貿易経済秩序の中で発展していくと、まあ、中国をそういうようなですね、健全に発展する方向に押し上げていく一方、まあ、最近中国も日本をかなり重視しているので日本も実際に得するところもあるかと思いますが、まあ、そういうところをうまくですね、外交の中で、今日本外交にとってもしかすると